佐藤みきらこです。いらっしゃいませ。今からお昼を食べまーす。で、今日はね、ちゃんぽん食べようと思って、ちょっとごめんね、メガネはもうこれはもう完全にあの演出でした。だってメガネでーす。で、今日も朝からね、何も食べてないから、お昼ご飯のちゃんぽんめちゃくちゃ。これ、目吸ってないよね。いただきまーす。長崎ちゃんぽんめちゃくちゃ好きなんだけどさ、わかる？もうちゃんぽんってさ、見た目さ、なんかもう味わかる。はいはいはい。もう味わかります。はーいっていう感じじゃん。食べたらね、越してくるから。いただきまーす。ビビン侍。うまい。うまい。うんうん。もうここですでに七味という名のものを投入していきたいと思います。これ何？スープも食べちゃう。プハー。スープでは言わないよね、プハーって。なんかさ、この前さ、あの雑誌のね、あのカバーをやらせていただいたんです。いただき。ちょっと見てくれる？たたー。ここだよ。見える？ここにいます。かわいい。なんかこれさ、あの、告知したのね、あの、雑誌のカバーになりました、みたいな。そしたらさ、みんなコメントでさ、みきちゃんかっこいいね、とか言ってくれて嬉しかった。イェーイ。こんな感じで乗ってます。これはもうほんと、全裸で撮りました。嘘でーす。これ中もちょっとチラッと見せますね。中にもいます。あ、危ない危ない。あの、これ普通に注文したら、あの、お家にタダで届けてくれるらしいので、みんな欲しい人いたら、もうね、多分玄関とかにね、飾りたい人もいると思うんだよ。こうやって、母ちゃんって。そういう人は、ぜひぜひ。ああ、嬉しいね。なんか久々にさ、あの、モデルのお仕事させてもらって、すごい楽しかった。髪の毛もね、ユニコーンカラーにしたんですよ。あ、でさ、今までね、虹色にしたいなと思ったの、ずっと髪の毛ね。でもさ、なかなかする機会ないじゃない？やっとできて、嬉しかった。なんかもう超シャンプー台の時とかもね、めっちゃね、可愛い色がね、全部抜け落ちていく感じもね、すごい可愛かったし、色入れる時ももうなんかコットンキャンディーみたいな。いただきまーす。色ね。誰？何？今なんか聞こえた？まあいいや。なんか七色にするとさ、色落ちどうなるのかなと思うじゃん。ピンクだけ、その後なんかお直しみたいにしていただいたんですけど、ピンクだけ残って、後の色は抜けました。ちゃんぽんって名前どっから来たんだろうね。え？ちょっと怖いなぁ。多分、ちゃんぽんってさ、なんかいろんなお酒混ぜることちゃんぽんって言わない？だから、もしかしたらいろんな野菜が入ってるから、そこからちゃんぽん？ちょっとそれっぽいこと言っちゃってどうしよう、ノーベル賞。皆さん、ちゃんぽんプロフェッショナルかおすすめするのはお酢を入れることなんだけど、入れすぎちゃいました。さっきね、おやつあげたんですよ、野犬には。なのにすごいねだってくるなとどんだけ食いしはってる。さっきおやつあげましたよね。なんかさ、6月18日にオンエアするさ、あの、見た？あの、クワイエットプレイス2がね、6月18日にね、全国ロードショーで映画館でやるんだって。もう見るしかない。え、でもさ、クワイエットプレイス見た人いますか？一応面白かったんだけどさ、もう、綺麗に終わってんの。なんかもう、はい、終わり！感じで終わってんのね。なのにさ、2あんのかな？で、普通にだって1で終わってるんでござるよ。もう2出たら速攻映画屋さんに行って、見ちゃおう。え、どんな感じなんだろう？1見た人はもう絶対同じ気持ちだと思う。みんな全国の人。え、2あるの？あの、あらすじを説明すると、クワイエットプレイスって、
て、ホラー映画なんだけど、まだホラーだよ。地球がある日突然ちょっとの音でも出したら奴らが来るっていう世界になってしまったのね。だからもうこんなもうちゃんぽんなん食べれないよ。こんなこんなことしたらもう今のでちゃんぽん奴らが来る、ちゃんぽんハンターが来るって感じの映画なの。多分映画館で見たら多分みんな静かになっちゃう。多分映画館で見たらみんなもう鼻息とかもなんかダメだからさ、あ、ポップコーンとか食べれないと思う。多分映画館も多分すごい静かになると思うから、もうみんな息を急いでて。みたいな感じになると思う。めちゃくちゃ。もうそのあらすじ聞いただけでももうすでに面白いですよね。もう今の聞いても見たくてたまらなくなって、家の周り走り回ってる人いるんじゃないか。なんかこの前の父の日の企画で、ルーカスに T シャツをプレゼントしたんですけど、なんか生配信でね、私がね、もうパパの T シャツめちゃくちゃなんかダサいんですみたいなこと言ったら、その生配信全部見てたらしくて、後から、ミケは僕のこと T シャツ変とか、おじさんなのにスニーカー履いてるとか、いいことばっかり言ってくれるね、僕幸せ。すごいね、ブラジル式の嫌味言われました。ごめんなさい。ちゃんぽんハンター来た。あっち、あっち。まあ、今年の夏は絶対海行きたいなって思ってるんですよ。今年の夏こそは海行きたいな。行けるかな。海さ入ってさ、なんかね、わかるね、さ、イルカみたいなさ、シャチだ、シャチの浮き輪あるじゃん。あれのさ、バランス感覚どうなって、もうこんなんなるよね、乗ったら。こんなん。もう安定っていうもの何にもないの。あれに乗るのめちゃくちゃ憧れてて、友達、ちっちゃい頃はもう友達とあれに乗って、なんか海を旅するみたいな感じのことをもうずっとやろうと計画してたんですけど、あまりにも乗ると転覆するから、ちょっと本当に考えどころでした。なんかちっちゃい頃よくルーカスと海行ってたんですけど、もうなんかちっちゃい頃はさ、もう大人がみんなさ、なんかこう、海の家のおじさん、お兄さんとかさ、いらっしゃいみたいな、あ、ちょっと違うな、こんにちはみたいな感じでさ、すごいなんか、わーみたいな、こんな感じなんだ海ってってすごい思ってて、ルーカス行ってる時は。でもなんかさ、ギャルズたちがさ、もう、イエイイエイみたいな感じでさ、もうおっぱいポロンポロンでさ、走ったりとかしてるの見て、わあすごいみたいな感じで、でルーカスと二人で行ってるんだけど、ルーカスはなんかもう一人で海着いた瞬間になんかもうクロールでわあみたいな感じで進んでっちゃう、どんどんなんかもう本当にこれ以上行っちゃダメですよ線まで行くじゃん、こうやってもうクロールでゴリゴリに泳いで行って、周りのさなんか浮き輪とかでさのんびりしてる人たちの横をさもうわあみたいな感じ行くからさ、もうみんなもう私はそのクロールについていけないから、一人で浮き輪乗ってプカプカしてるんだけど、まあ大体その頃に私が流行ってた遊びは、カップルの邪魔をしに行くっていう。カップルもね、結構一つの浮き輪で、なんか二人で入ってたりするから、もうそこにこうやって、入っていく。ステイオーバーです。ステイオーバー。三人は入れない。そこに、こうやってなんか、わー。こんにちはみたいな感じで入っていくと、なんかカップルの人とかみんなね優しいから、どうしたのみたいな、 お父さんとお母さんはみたいな感じで言われて、泳いでるみたいな感じで言ってただの迷惑です、本当にダメですよ。私特技、めちゃくちゃ特技が一つあって、ちょっとこれどうしよう、みんなに言っちゃったらまたどうしよう、なんかどうしよう、海からオファーとか来るかな。めちゃくちゃ特技が一個あるんですけど、私白いイルカがさ、よくさ、水族館とかでやってるの見たことある人もいると思うんだけど、私、バブルリングできるんですよ。でしょ？昔から友達とプールとかやったらもう一生バブルリングしてて、もうバブルリングを何個できるかみたいな。バブルリングってあれですよ。水中で、こう輪っかが作れるってことかって、ポワワワワワーンみたいな。それができる。
でもそれをもっと上手くなりたすぎて、ずっとその白ナガスクジラじゃなくて、あの白いイルカの動画一生見てて、あ、なるほど、こうやって唇の動きでやってるのかなみたいな。でもあのね、せこいのよ、あのね、生き物ね、唇がすぐ分厚いから、なんか多分威力半端ないと思う。なんかめちゃくちゃ綺麗なバブルリングできるじゃん。ただただ嫉妬です。みんなももし海に行ったらバブルリングやってみてね。意外と君の新しい発見があるかもしれない。ああ、ごちそうさまでした。ついでにあんな水も出ました。夏ってさ、なんかもうすべてのさ気力をまあかきたててくれるよね。多分太陽から何かパワーが出てると思うんだけど、あのかきたてられながら書き込み上げて、ちょっと何言ってんの、とにかく書き込み上げ、書き上げを書き込んで、書き上げられながら、焚き付けられて、夏頑張りましょう。バイバイ。届かない。